こんばんは。今日は金曜日、あ、そうだ、今日金曜日じゃん。皆さんお疲れ様です。1週間こんばんは。アイニャ好き、ありがとう。夜勤中につきコメントは少なめです。お、夜勤頑張ってください。疲れ、みんな。ダンシングアイニャだったの疲れさ。そうです、今日はですね、ダンスをいっぱい踊ってきました。ダンシングでしたね、今日は。だからね、結構なんか結構踊りましたね、今日は。かわいいギフトありがとうございます。ありがとう、ありがとうよ、ありがとうございます。1回目どんな感じでした？1回目はね、注射自体はそんなに痛くないじゃないですか。なんですけど、なんだろう、私はなんかその日からもうちょっと痛みがあるとか重く感じるっていう人だったり、メンバーもいたんですけど、私はその日はあんまり分からなくて、え、これ本当に痛くなるのかなっていうぐらい、まあ、ちょっと若干違和感があるというか、私は左腕に打ったんですけど、若干なんだろう、違和感がある感じでしたね。で、次の日になった時にもうね、上がらないほどじゃないんだけど、上がるんだけど、腕も上がるけど、めちゃめちゃなんか痛、筋肉痛みたいな痛みで、お洋服とかをなんか脱いだり着たりとする時がすごく一番痛かった。なんかね、なんか動かすと痛いっていうより、私は触れると痛かったかな。押したりとかなんかにぶつかっちゃったりとか、そういう方が痛かったです。初見の方ありがとうございます。日中の子に当たったから見に行くね。新しい髪色何には見れるの嬉しい、楽しみすぎる。お、嬉しい、待ってます。そう、この髪色ね、見に来てください。これピンクってね、すごい落ちやすいんですって、色が。だからもう日曜日まで持つかも心配なんですけど、ピンクシャンプーというね、ピンクの髪の毛の色を落とさないようにするシャンプーも買いましたのでケア頑張ります。あ、流れ星ありがとうございます。流れ星ありがとう。対象ギフトありがとうございます。リップありがとうございます。リップも対象ギフトありがとう。そうそう、休憩の時にがっつりコメントしますって。無理はしないでね、待ってるよ。今日2回目ワクチン受けてきました。どうでしたか？やっぱりワクチン打った次の日とかが辛いんですかね、やっぱり。ワニトートバッグ非常に重宝してます、買ってよかったです。嬉しい、ありがとう、めっちゃ嬉しいです。本当ですか？やっぱ買ってよかったって言っていただけるとめちゃめちゃ嬉しいですね。ゲットしてくれてありがとうございます。ぜひたくさん使ってあげてください。あ、たい焼き、たい焼きありがとうございます。たい焼きありがとう。対象ギフトありがとうございます。1回目も2回目もちょっとした筋肉痛だった、こんな感じで。何も2回目あったらいいねって。人によりますよね。もう何もなく終わってほしい、本当に本当に2回目は食い地に発熱しましたが、そこまでひどくなかったですって。人によるよね、やっぱりね。私のね、年齢近い子とか周りのね、メンバー近い人とかに聞くと、やっぱり熱が出たって言ってる人しか見てないぐらい、みんな熱出たって言ってるから、私もきっと出るのかなと思って心構えはしてるんですけど、一人暮らしになってなんかすごい具合悪くなったこととか私全然ないから、ちょっと怖いですね、一人で乗り越えられるか。
教えてくれてありがとう。日曜公演からそれまでに不可能なくなってることを願っててください。願ってる。でもね、私は 2,3 日続いたけど、でも 3日目ぐらいはほとんど痛みなかったし、あと痛くてもまあ公演とかだったらそんなに動かない、見てる側はそんなに動かないと思うから、でも拍手がどうだろうまあそんなきつくはないと思うけど、まあ、無理はせずに。今回髪色ピンクな感じ、アイシネマからネルコン楽しみにして。お、そう、結構わかるよね、ピンク。2回目は39度の熱が出てやっと下がった。大丈夫か、よかったです、下がって。アイニャは1回目まだだっけ。え、1回目はもう打ちました。ワニ T 週2くらい来てるけど、5年生の担任がやっぱりワニ可愛いって言ってくれて嬉しい。優しい優しい先生だ。いいね。なんか動き遅くないですか。カクカクしてる。熱さえなきゃいいんだけどねって。そうね、1回目は多分熱出ない、わかんない、でも人によるから何とも言えないけど。ワクチンの話ちょうど昨日メールしました。あら、見たっけな、ワクチンの話。まだ見てない、昨日。あとでもう一回見てみます。昨日のメールまだ見てないかもしれない。あ、見てないね、私。インナーが出る髪型にしてしま、してもらうの。あー、うん、でもなんか私次とかインナーをね、めちゃめちゃこれからずっと続けるつもりはなくて、まあ今初めてやったのが3月なので、インナーから始めてから半年ぐらいなんですけど、これからインナーをずっと続けるならここも染めるけどどうするってなって、これからずっとインナーを続けるわけではないって話をしてね、ここはね染めてないんよ。そう、ここだから、こっからね、こっから下がだけピンクって感じだから、こんなこれがね出る髪型とかするとすごい、ここが黒いのが分かっちゃうから、あんまりめちゃめちゃ目立つ髪型にはしないかもだけど、でも見えるようにしようかな。どうだろう、まだ決めてない。基本公演の髪型はね、当日にパッて決めることが多いですね。今日はシンデレラまで、シンデレラまでやろうかなとも思ってはいるんだけど、私の、ちょ、今日いっぱい踊ってきた後なので私の体力次第とコメントがたくさん来たらシンデレラまでやるかも。知りません。え、なんかめっちゃカクカクしてるんだけど、やだ。あ、治った。たまにめっちゃカクカクなるんだけど、やなんですけど。そう、1回目終わってる。クリありがとうございます。クリありがとう。日曜日の髪型楽しみね。どうしようかな、髪型。
ワクチン2回接種したけど2回とも微熱されてなかったのでやはりおじさんでした。でも年にもよるんですかね、やっぱり。私も1回目は全然熱は出なかったな。え、クワクするよね、嫌なんですけど。なってない。最近ニャーニャーお揃いの髪型でめっちゃ可愛い。そうね、最近割とレイナとお揃いにすること多いかも。アイニャがカクカクしてるわけで、アイニャがカクカクしてるわけではないです。アイニャがカクカクしてるわけではないです。あ、流れ星、流れ星ありがとうございます。10個もありがとう。流れ星10個ありがとうございます。対象ギフトありがとうございます。髪色いいね、嬉しい、ありがとう。うん、滝メス行きたい、来てほしい、来てほしいよね。カクカクやっぱ、うん、なんかたまになるね。どんな髪型も似合うからいろんなアレンジができるのは楽しみだね。そう、嬉しい、どんな髪型も似合うって優しい。でも全然私ツインテールとかは本当にねあんまやらない。似合わないんですよ。今日は山田誠司でコラボしてますね。ねえ、思いました。私さっきまで一緒にいたのに。さっきまで一緒にいて帰ってきてショールームしようと思ってさっきアプリ開いたら2人一緒にコラボ配信してて、あれって。さっきまで一緒にいたのに2人で配信してた。こんばんは。ねえ、画面固まりすぎじゃない？え、固まりすぎだよねこれ。携帯にしようかな。なん、ねえ落ちたんですけど。アプリ落ちた、アプリ落ちました。ちょっと携帯に変えた。 iPad が多分 Wi-Fi が調子悪いのかもしれない。ちょっと Wi-Fi 切ると iPad で配信できないので携帯で Wi-Fi 消して始めました。 Wi-Fi の調子が悪い気がする。てかご近所さんがすごくね、ちょっと騒音がすごいんですけど。これみんなに聞こえてんのかな、騒音すごいんだけど今日大丈夫そう、みんなに聞こえてない？ちょっとうるさかったらやめよう配信。ちょっとちょっと iPad じゃない、携帯ちっちゃいからさ、すごいなんか角度がさ、うん、そう、なんかビートみたいな、ズッチャンズッチャンズッチャンみたいな。あ、みんなに聞こえてないならいいや、よかった。すっごいでっかい音で音楽を聴いてるんですかね。お、メール来たって。メール来ました。そう、配信の直前に送った。配信中に届くかなと思ってメール送った。ならなったな、ならなな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 
うん、ミラーボール回してんかってレベルの音聞こえる。ズッチッチャッズッチャッズッチャッみたいな。なんかね、夜中になるとね、騒音すごいんだよね。メール届いたでしょう。メール見てくれてる方ありがとう。メール来てた。今日何にはめっちゃ可愛い髪色もいい感じ。嬉しい、ありがとう。もう今日はね、もう本当に朝メイクしたんで、もうメイクも落ちてボロボロだし、髪もなんか汗かいたからボサボサだし、なのに褒めてくれてありがとう。優しいね。待って、本当にうるさい。本当にうる、ちょっとうるさいよ。インナーが綺麗に写ってる写真。確かにインナー写ってる、ちゃんと。フェスでもやってるのかな。え、絶対フェス開催してるんですけど。今日のエフカムピース違います。今日はトップスです。可愛いでしょ、水色のチェックのヘッドホンにしたら聞こえる。え、マジですか。聞こえる、やばくないですか。マジ音でかすぎ。なんか慣れちゃったんですけど、もうずっと前からなんですよね。もう本当になんか夜中、夜遅くになるとなんかビート刻み始めるんですよ。ビート刻み始めて、すっごいテックアウトで音楽鳴らしてて、そう、朝とか昼じゃないの、夜遅く。これがね、深夜2時ぐらいまで続くんですよ。結構ひどいですよね、これ。待って、今日めっちゃうるさい。え、今日めっちゃうるさい。そう聞こえた。確かにうるさいですね。うるさいよね。あいちゃん眠い。ちょっと眠いですね。目なしめちゃ漏れてる。嬉しい、やったん。重低音が飲んでて、そうなの。重低音がね、どんどん言ってるんですよ。ダン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 。今日はなんか高い音が流れてる。トゥルン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 ダン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 みたいな。本当にうるさくて、私初めて気づいた時は、え、何の音って思って、うるさって思って寝れなかったんですよ。でも慣れちゃって気にしないようになりました。でもこう配信中はさすがにちょっとうるさいですね。なんか私も普通に普段テレビとか音楽鳴らしたりとかしてるので、さすがにその近所迷惑になる音のでかさでは私はないですけど、してるからあんま気になんないんですけど、こう今って自分が部屋の中で、静かな部屋の中で話してる状態じゃないですか。めちゃめちゃ騒音気になる。待って、めっちゃうるさいな。なんか歌詞まで聞こえそうなんだけど、なんか重点音、いつも重点音とか曲のリズム感ぐらいしか聞こえないんですけど、歌詞も聞こえる。歌詞も聞こえそうなレベルで今日うるさいな。え、ちょっとやばいの、これやめた方がいいかな、配信。めっちゃうるさい。え、やばいやばい、何パーティーしてる。パーティーしてる、これ。めっちゃうるさいよ。あ、ちょっと落ち着いた。あ、あ、始まった。終わったと思ったら次の曲始まったわ。違うリズムの曲流れてきた。ちょっと聞こえるよね。
みんながそんなにそんなに気にしなくしないなら大丈夫なんですけど、私が気になる。でかすぎる今日、待って、でかすぎるでかすぎるよ今日音が。嫌がらせ。ここ最近毎日、いや毎日ではないんだけど、毎日ではないんですけど、週の半分ぐらいはこの音しますね。週末なのかな、もしかして。今金曜日ですもんね。金土でやってんのかな、分かんないけど、割と高ペースで週に2回はありますね。でも今日はここ最近で一番でかいです、音が。多分配信中にもあったことあったと思うけど、ここまででかいのは多分初めてだから、ちょっとでかいねこれは。蒙古タンメン食べて火吐いた。蒙古タンメンめっちゃ辛いですよね。ちも蒙古タンメンはね、数年前に一回チャレンジしたことがあって、マジで辛すぎて、もうなんかね、涙と鼻水垂らしながら食べてました。すいません汚くて涙と鼻水垂らしながらね食べて、なんか辛いもの食べるとさ、涙が出る派の人とさ、鼻水が出る派の人いるじゃないですか私鼻水派なんですよ。辛いもの食べると鼻水が出てくるタイプなんですけど、蒙古タンメンの時は涙も出てきた。割とね、でも本当に初めてだったかも。大体は本当に鼻水だけだから、私は辛いもの食べた時はこうやってでずっと鼻かんでる。でも人によっては涙の人もいるじゃないですか。あと汗の人もいる。汗派か涙派か鼻水派に分かれるんですよ。私は鼻水派なんですよそう、あ、騒音そういえば消えたわ。騒音消えました。寝ましたかね。ちょっともう眠くねっつって寝ましたかね。それでも食べたくなる。そうなんだよ。なんでなんだろう。辛ーって思うし、熱って思うし、鼻水出るし、それでもね食べたくなるんだよね。まあ美味しいんだろうけど、美味しいからなんだろうけど、やっぱそそるよな辛いものって。パーティー終わりましたパーティー終わった。パーティー忘れて、長岡のレストラン中田の50倍カレー、懐かしい。ガタフレで行ったところやでしょ。あれ本当にね、あの私多分真帆ちゃんとつぐよりは辛いの得意だと思って、ここは私が頑張らなきゃと思って、本当に本当に心から意気込んでたんですけど、マジで無理でした辛すぎてもうなんか食べれない、口に入っていかないんですよ。辛すぎて、そう無理だった。あれは痛かった。
9月19日に問い合わせの方がいて、あ、そうです、皆さん9月19日は10人トイロ公演2回公演です、イエーイ。はるか村と一緒です。はるか村と一緒なのマジで久々なんですけど、多分本当に1年ぶりぐらいな気がする。1年ぶりぐらいに1年ぶりぐらいにはるか村と、はるか村公演と一緒なので楽しみです。トイロメンバーでまたパーティーやってほしい。わかる、パーティーやりたい。なんかリバイバル公演やりたいよね。なんか一期生だけでパジャマドライブ公演やるとか、それこそトイロメンバーでねパーティーやるとかやりたい。二次会が始まらないといいけど、確かにちょっとしたらまたドゥンドゥンって始まるかもしれないけど今休憩中ですね。9月もうニャーニャーないかな。どうですかね。9月ってもういつまで ?9 月ってもう全部発表されました？自分50倍カレー完食して写真あります。すごい、あれ食べれたの、すごい天才か。いつの間にかはるか村結構回数重ねてた。そうなの、今あ何回とか出るんでしたっけはるか村って。みはるが激恥ずかしくなる組み合わせね。みはる応援します。多分みはる絶対19日はめちゃめちゃ緊張する日だと思うので、私がサポートしてあげたいと思います。みはるちゃんならできるよ頑張れって言ってあげたいと思います。そう、一回ねはるか村とトイロ公演が被った時もすごく緊張してたので、卵卵卵ち毎日大好き卵卵卵ち。コラボ配信してみたい後輩とか、近づきになりたい後輩はいる？みんなと仲良くなりたいけど、誰だろうな。でも私やひこちゃんに会えてないので、やひこちゃんに会いたいです。ヤヒコちゃんに会いたい。最近私コラボ配信してないな、そういえば。最近コラボ配信してないな。9月中に誰か誰か NGT のメンバー私とコラボしてください最近してないわコラボ配信。誰か一緒にしようコラボ配信。マックス何曲覚えれるんだろうね人間って、どうなんですかね。なんか NGT に限らずアイドルはやっぱりなんか曲を覚えるだけじゃなくて立ち位置とかもあるからね。え、そういうことですかそういうことで合ってる。ごっちゃになっちゃうよな初見の方ありがとうございます。そうそれます、コラボ配信したい。そう、やひこちゃん会いたいな。やひちゃん、あいなちゃんのことめっちゃ大好きです。そっちね、いや全然そんなことないです。あ、リッパーありがとうございますリッパーありがとう、大将ギフトありがとう。日曜会の時サメカツナ誰かにかけてみた。あー、サメカツナ夢と一緒にしたいって言ってたな。そういえば夢と一緒にコラボ配信しようって言ってから多分半年ぐらい経ってるわ夢コンサートだと何十曲も覚えるから大変よねって。そうね、コンサートはね頭がパンクしそうになりますね毎回
ット休憩タイムでコメントします。お待ってるよ。やつらやってるよね。やつらって誰？やつらやつらって誰？ね、夢とコラボ配信したい。夢かほちゃんはどう？あ、マシモンやりたいですね。マシモンはね、マシモンはいい子です。フリオールで捨てるからかな、それ大変。そうなんですよね。前の時メッセのコンサートの時は1日目が単独コンサートで2日目が卒業コンサートっていう形で2回に分けて2日間に分けての開催だったんですけど、今回は1日でね、昼夜2公演ということでね、ドキドキです。混ざらないか不安です。話の流れについていけない。全然あれです。今は何でした？コラボ配信、特にテーマとかは全然ないんですけど、コラボ配信そろそろしたいねっていう話をしてましたかね。最後です。おぎゅうかとコラボ、コラボしたいな。ゆかちゃん、でもゆかちゃん絶対今忙しいのでなかなかコラボ配信する時間がもしかしたらないのかなとも思うんだけど、少しでもねたくさんゆかちゃんと思い出作りたいです。日曜日の年齢公演楽しみ、企画は継続、それは来ての見てのお楽しみということで来てからの見てからのお楽しみということでね。企画はですね、ずっと続いてるものもあれば1回きりだったものもありますし、本当になんかそれぞれっていうか曲によってなんですけど、まあ、日曜日の公演がどんな感じになるかは日曜日にお楽しみにということで、愛ちゃんときめっせでめっちゃ欲しいなって、何トゥル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 、罰ゲームがあれば何でも曲やってくるのそのうちやってほしいって。まあ皆さん日曜日楽しみにしててくださいよ。次回の話か正解するまで賢いでしょうか。私本当に下手くそだし本当に答えられないから本当にそれだけで終わっちゃう気がするんですけど、いいですか本当に苦手なんだよね。あ、どんな曲やりたい？ときめせでどんな曲やりたい？どんな曲だろう。どんな曲やりたいってなるとその選択肢が無限大すぎてちょっとね迷っちゃうけど、なんだろうな。何やりたいかな。でもコンサートはやっぱり踊る曲がすごく楽しいので、ときめせでやった時とかやっぱ青春のラップタイムとかすごく楽しかったので、そういうなんか爽やかで踊りもあってアイドルらしい曲がやりたいかな。日曜日楽しみだね。楽しみ、日曜日いる声入ります。待ってます。ニャーニャー公演は MC も楽しすぎてタイトル流れただけで笑い締めなんとかして、嬉しいね。でもね、私としてはねもうちょっと曲増やしたいんですよね。もうちょっとなんかもっと
もっとなんかニャーニャーのなんか MC 褒めていただけるのもめちゃめちゃ嬉しいんですけど、なんかもっと歌とダンスというかパフォーマンスをもっと見せられたらいいなっていう気持ちはあるんですよね。また覚え方間違えたらしばらく会えなそうです。カナピー、コンサートチケット当たるかな、当ててください、祈ってます。せっかくだし NGT の全曲聴きたいなって。確かに NGT の曲いいね。りえちゃんのようにおぎゅうかセレクトになるのかなって。どうなんですかね。でもそうなんじゃないですか多分。あ、大人列車みんなでやりたい。そう、今ニャーニャー公演でやってるんだけど、大人列車やりたいですね。みんなで二人乗りの自転車一回コンサートでやったよね。懐かしい。名古屋かな、名古屋の総選挙でやった気がする。曲やるのも嬉しいから公演時間伸ばしてもらってもいいのよって本当に公演時間伸ばしたいくらい。今結構 MC すごくキツキツで撮ってるので、曲増やすってなったらとかいろいろあるんですけど、公演時間が2時間あったら最高ですね。そう、曲増やしたいんですよ。コロナ足のソファいい曲やな。ときめすといえば私のためにが一択です。いい歌です、本当に大好き。あー、私のために、うん、泣いて、いつもと変わらない、あなたでいてほしい、うん、しかも今ないで。ニャーニャーフェルカー見てみたいなーって、やりたい。パフォーマンスのニャーニャー込みだからダンスがっつりな曲見たいし可能性たくさんやねって、嬉しい。ニャーニャー公演プラスニャーニャー公演という意味ありますか？ないですね。さすがないんですよね。一部ニャーニャー二部といるは神って、嬉しいです。神って言っていただけるのは。でも本当に体力がね体力がね本当にねしんどいんですよ。何も悔いはないわ、幸せだったかな。一日ニャーニャー公演幸せすぎやろって。ニャーニャー公演昼夜ニャーニャー、昼一部二部ニャーニャー、夜一部二部ニャーニャー。あー、これね、私トレーナー倒れてしまいますね。アイナー体力ある方、私体力ない方だと思います。メンバーの中でね体力があるのはねのえちゃんかな。あくびが眠くなってきた。一部ニャーニャー二部ニャーニャーを期待してる。ないです、はっきり言わせていただきます、ないです。みんな眠くなってきたくない？どう？元気？愛ちゃん3つ目の声やってほしい。
3つ目の公演ね、やりたいけどなんかね、やりたいけどねでも1つの公演しか出てない子もいるからね、今すごいバランスがねちょっと悪いなとはめちゃめちゃ思うんだけど、本当にー1日4公演しんどいわな。4公演で本当にねびっくりするぐらいその日寝れる本当に4公演あった日はね、その日の睡眠が本当にね超長い、もう一回寝たら起きないレベルの長さ。辛い時に2人のパフォーマンス見てめっちゃ救われたって、元気もらえるって嬉しいよ、ありがとう優しい、嬉しいですね、そう言ってもらえると。9時半まで起きてないってなるので平気です多分。こっから朝の9時半まで、絶対無理、私だったらすごいな、頑張ってね。半分寝ながら見ています、ごめんなさい、許しましょう。私もね5分の1の草壁が寝てます、今体草壁を今5等分したら5分の1が今寝てます、5分の4は起きてるんですけど。アイニア村公園、アイニア村なんてないですよ。奈良壁公園、奈良壁ね、久しぶりに夢しな公園見てみたいなね、夢しなやりたい本当に。パジャマかわいい、パジャマじゃないです、一部にゃにゃ二部アイナゴ店とかどうですかいいねそれ、それ楽しそう、一部にゃにゃ公演して二部でアイナゴ店でトークね、みんなで、それ楽しそうだな。あくび一回したら止まんないんだよな。愛ちゃんなんでアイドルエッセンスに入ってないの、なんでですかねダメだ、出てきそう、ほらダメだ、出てきた、あくびでね、あくびでね、何もくい、突然のポーズ、仮眠時間よりアイニャショールームが優先ですって、いや寝て寝て仮眠大事よ、青春のエナズマのめっちゃゴリゴリダンス、アイニャちゃんがまた見て本当好きって、嬉しい、ゴリゴリダンスやりたい。アイニャ眠たそうに見えるんよな、うん、私めっちゃ眠いです、私今日ね夜の9時ぐらいからずっと眠い早いんですよ、今日夜の9時ぐらいから私ずっと眠いんです、新潟スイーツ部もどんな感じか気になる、新潟スイーツ本当に皆さん、アイニャ推しの皆さん、私新潟スイーツ部なのでよろしくお願いします。残り30分アイニャのあくび鑑賞会になります、その通りです、私本当にあくび一回出たら止まらないんですあ、頑張れギフトありがとう、頑張るね、あいちゃんのあくびもらった、あくびつった、あくびつった、みんな新しくパンケーキ屋さん、行きたい、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、パンケーキ食べたい、懐かしいこれ
ちょうど今あくびもらいました。ありがとうございます。ありがとうございます。あくび出ちゃった。スイーツ部。みんな楽しみにしててください。スイーツ部の今後に。私もせっかく、あのもしかしたらアイニャファンの方はアイニャにスイーツのイメージがあんまりないかもしれませんが、これから頑張っていくので、ぜひ皆さんスイーツ部の応援よろしくお願いします。あら、サルありがとうございます。サルありがとうございます。あ、もう一匹来た。サルありがとうございます。最終切ったありがとうございます。怖い怖い、なんか怖いコメントめっちゃ来た。なになに、あくび、あ、出ない出ない。何も悔いはないわ。あ、チョコありがとうございます。ハートのチョコありがとう。大賞ギフトありがとう。アイニャのあくび映りました。あくび映りました。あくび映るよな。スイーツ部のおそれ会話をできる日を楽しみにしている。でも皆さんぜひスイーツ部が本格始動し始めたらおそろい会話たくさんしてください。何も、あと30分、私の眠気が持つかどうかですね、これは。私はそのさっき私のためにってコメントあってそこから離れなくなっちゃった。スイーツ部って和菓子も食べるのかな。和菓子も食べたい。今おすすめのコンビニスイーツあります。今おすすめのコンビニスイーツはセブンイレブンのアイスの、私マカロンアイスにハマってるって話をしたと思うんですけど、セブンイレブンのそれのなんか前はねフランボワーズ味みたいな、フランボワーズ、フランそれクレープ屋さんか、フランありますよね、フランボワーズみたいなマカロンでありますよね、ピンクの。ありますよね、ピンクの。まあそれだったんですけど、最近チョコが出たんですよ。それにセブンの ありますよね、フランボワーズ、フランボワーズ味っていう味のマカロンあるじゃないですか。それの味のアイスが売っててセブンに、それがハマっててみんなにおすすめしてたんですけど、それが多分もう今なくて、最近また新しく出たんですけど、チョコ味になったんですよ、マカロンアイスが。セブンのマカロンアイスのチョコ味、これおすすめです。これは串おすすめです。それかあとね、まあ、それはアイスなんだけど、スイーツ、まあアイスもスイーツだけど、ファミマのチーズケーキ、天使のチーズケーキみたいなやつをね最近見つけて、私チーズケーキが一番好きなんですけど、スイーツの中でそれすっごい美味しかったです。チーズケーキなんか中にスポンジが入ってて、そうめちゃめちゃ美味しかった。カスタードクリームみたいな。あみんなが映るっていうか下向いてあくびしてるんだけど、スイーツ部インスタ載せてください。載せます、インスタに。あら、ミラーボール来たんですけど、ミラーボール来た。眠気覚ましのミラーボールかな。
でも本当にやばいやばいやばい、めっちゃ眠いめっちゃ眠いめっちゃ眠い。ありがとうございます。ミラーボールがおすすめです。チーズケーキ大好き人間なので明日買う。あ、もうぜひぜひ。あいちゃん無理しないでよって、ありがとう。やばいぞ、あくびが止まらないぞ。まあ今日は朝から活動動いてたのでね、頑張ったぜ自分ということで。無理しないでって。ありがとうございます。心配かけてしまって申し訳ない。でも本当にただ眠たいだけなのですみません。あ、お疲れギフトありがとう、ありがとうございます。そうなのよ、私まだお風呂も入ってなくて、この後お風呂入ってって感じですね。でも最近ね、そのなんか前まで眠すぎてお風呂入る前にパタッて寝ちゃうみたいなのがよくあったんだけど、最近マジでしなくなりました。もうちゃんとお風呂入る、お風呂は入んなきゃ寝なきゃ寝ちゃダメって、もう自分に喝を入れて、最近は寝落ちがねなくなりましたね。お風呂入ってからいつまでか寝てる時はよくあるんですけど、お風呂は絶対入るようにしてる。朝起きてさ、お風呂入るのなんかね、朝とか夜中に起きてお風呂入る時が一番なんか何してたんだろうってなるから。お疲れギフトありがとうございます、ありがとう、優しいね。あ、ファイトギフトもありがとうございます、ありがとう。またお疲れギフトありがとうございます、ありがとう。でもあと24分、そうだね、ちょっと今日でももう1時間、え、でももう1時間経ってるよ、みんな配信始めて早くない？全然そんな感じしない、まだ配信始めて20分ぐらいしか経ってない感じする。もう配信始めて1時間経ってますよ皆さん。じゃあ40分になったら終わろうかなと思います。早くない？怖くない？I love you。コロナ流行ってから帰宅即風呂っていうローテーション、わあそれが一番いいよね。私もねできればそうしたいんだけど、でも帰ってきて、まあ、配信が、あ、配信帰ってきて
大体配信をしてたりするので、お風呂でもね、着替えます。私はコロナ流行り始めてからはすぐにお風呂はね、その写真撮ったりとか SNS やったりとか、そのショールームやったりとかでできない暇多いんだけど、すぐに着替えるようにしてる。今日とかも外で着てた服とは違う服をショールーム用に着替えて配信してって感じです。外で着た服を家の中で着ないようにしてる。なるべく、なるべくね。はい、ありがとうございます。40分になったら終わろうと思います。ちょっとこのままだとあと20分間皆さんにあくびを、ひたすらあくびをする姿を見せてしまうことになりそうなので、40分で終わろうと思います。はい、だだだだ。でも楽しかったな。1時間あっという間すぎて怖いね、本当に。秒だな、秒。目の中に、目の中に髪の毛が入った。うみんな優しいね、本当に。可愛いギフトありがとうございます。ありがとう、お疲れ様って、無理しないでねって。みんな優しいよね、本当にありがとうあ、うちは予約した。お、嬉しい、ありがとう。みんな昨日から単独コンサートとゆかちゃんの卒業コンサートのグッズが発売開始したので、もう皆さん絶対絶対ゲットしてください。うちわとチケットホルダーぜひゲットしてね。単独コンサートの記念にもうぜひゲットしてください、みんな。よし、では40分になったのでランキングを発表します。ランキング発表します。13位オールタイムさん、ありがとうございます。12位ツッキーさん、ありがとうございます。11位ヨシゾウさん、ありがとうございます。10位ミストラルさん、ありがとうございます。9位アニミジャヤさん、ありがとうございます。8位プチプヨさん、ありがとうございます。7位ゆうたくん、ありがとうございます。6位チューニャーさん、ありがとうございます。5位勝利さん、ありがとうございます。4位3日連続とか聞いてないさん、ありがとうございます。3位ちんまいなコミュニストさん、ありがとうございます。2位マイマイさん、ありがとうございます。そして1位が JT さんです、ありがとうございます。はい、ということでちょっとシンデレラ配信まではいかなかったのですが、こんな夜遅くに約1時間も配信付き合ってくださった皆さん、ありがとうございます。最初からずっと1時間付き合ってくださってた方も、途中から見てくださった、びっくりした、シリ起動したんですけど、怖い、初めて、びっくりした、鳥肌立った、びっくりした。え、今までシリなんて起動したことなかったじゃん、怖い怖いよ、目覚めたんだけどねえ、何急に、今まで反応したことなかったじゃない、あなた怖いんだけど、なんて言いました、私今本当にありがとうございましたみたいな言ってる時に急に、え、怖いんだけど
ヘイシリとか言ってなくない？私ヘイシリヘイシリ、どうやったらシリって起動すんの？え、怖っ、不気味、やめてマジで。あ、もう怖いよやめてよ、もうビビらせてこないで。ということで、なんかなんか iPad が勝手に反応したんですけどということで終わりたいと思います。ありがとうございました。